皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、皆さん大好きなベンチプレスのやり方を解説していきます。まずベンチプレスで鍛えられる筋肉なんですけども、大胸筋、胸の筋肉ですね、と上腕三頭筋、腕の裏側の筋肉と三角筋、肩の筋肉の前側、この辺りを中心に上半身の筋肉を鍛えてくれます。厚い胸板はね、男性ならば誰しも憧れるところでもありますし、まあ、トレーニングしている方であればベンチプレス100キロっていうのはね、大きな目安になるところでもありますので、ぜひね、正しいやり方を覚えていただいて、怪我なくベンチプレス頑張っていただければなと思います。このベンチプレスやるときに一番大事なのはこのセーフティーですね。安全バーをしっかり設定するっていうところにあります。ベンチプレスって実は非常に危険な種目で、毎年ですね、海外を中心に死亡者が出るぐらい危険なトレーニングなんですね。それはなぜかというと、こういうセーフティーを使わないでベンチプレスをしてて、潰れた時に誰も助けてくれる人がいないと首が潰れてしまう、でこれで亡くなってしまうっていうケースが毎年出てますので、そんなね、ギリギリまでやらないから大丈夫だよって思うかもしれないんですけども、何が起きるかわからないので、絶対にこのセーフティーは設定するようにしてください。もし上がらないってなって潰れた時も、絶対首の上に落ちてこない高さにセーフティーを設定していただいて、絶対に首の上に落ちてこないなというのを確認してからですね、重りを足していってベンチプレストレーニングするようにしてください。慣れてない方なんかは、どれぐらいの高さに設定したらいいかっていうのは分からないと思うので、基本的にはもう高めでまずはセーフティーを設定していただいて、あ、まだ胸まで距離があるな、じゃあそしたらもうちょっとセーフティー下げようかっていう感じで、高いところから調整をしていただく。低いところから調整してしまうと、首に落ちてしまうので、高いところからちょっとずつセーフティーを下げていただいて、あ、これだと、あ、胸にはつくかもしれないけど、ちょっとバランス崩れると、あ、セーフティーに当たっちゃってやりづらいな、で首にも落ちてこない、もう一段ぐらい低くできるかなっていうふうに考えて、もう一つだけ下ろしてみる。でこれで首のどこに落ちてこないかな、大丈夫かな、あ、大丈夫っていう感じで、高いところからちょっとずつ下げていってセーフティーをセットしていただく。だいたいセーフティーのところに数字が入ってますので、この数字をしっかり覚えておいていただいて、次回からは同じところにセーフティーをセットしていただくというふうに調整していただくのがおすすめです。まずやり方なんですけども、ベンチに仰向けに寝ていただきます。そして自分の目線の真上にバーが来るように寝ていただくのが一番やりやすいかと思います。そして自分の頭と両肩、お尻がベンチにしっかりついて、そして両足の足の裏がしっかり床についた状態作るようにしてください。そしてバーベルの線に、まあ、中指から小指ぐらいの間で、まあ、やりやすいところバーを握っていただいたらグッと上げます。ご自身のバストトップから溝落ちの間にバーを下ろしてきて、胸についたら上げる、胸についたら上げるという感じでやっていきます。で、割とね、単純な動作なんで皆さんやりやすいかと思うんですけども、結構まあシンプルな動作なだけに、間違いの動作とか、しんどい時にそれをかばうような動作が出やすいので、ちょっと注意してほしいところをいくつかご説明します。で、まず一番よくあるのが、しんどくなってきた時にお尻が上がってしまうこと、ぐっお尻が上がってしまう、お尻が上がる
というこう上げ方も目的によってはね、より重たい重りが上がるんで重さに慣れていきたいっていう時なんかは有効な場合もあるんですけども、疲れた時にそれをかばうようにお尻を上げる、そういう上げ方が慣れてしまうと大胸筋の筋肉が思うように鍛えられなくなることも結構ありますので、しっかりね大胸筋を鍛えたい場合はお尻はなるべくつけたまま、動作をしていただくように意識をしていただくといいんじゃないかなと思います。2つ目はやってる時に肩が上がってしまう、肩が上がったまま動作をしてしまう。これをやってしまうと肩の関節を痛めやすくなってしまうので、バーを持つ前にしっかり肩をグッと下げる、グッと胸を張って肩を下げる、胸を張って肩を下げる、この姿勢のままバーを持って動作をするように意識をしてみてください。こう寝てからすぐにバーをパッと持つんではなくて、しっかり胸を張って肩をグッと下げる、この姿勢でバーを持つ、で肩を下げたまま動作をするということを気をつけてください。そして3つ目なんですけども、バーを下ろす位置が上すぎるとこれも肩を痛める原因になりますので、大体バストトップの位置からみぞおちの間ぐらいのところで、まあ、一番下ろしやすい位置に下ろすように気をつけてみてください。そしてこれは注意点ではないんですけども、重量が上がってくるとちょっと手首がね痛くなるっていう方いらっしゃると思うんですけども、そういう場合はこういうリストラップを巻いていただくと肘の違和感なくトレーニングできますので、こういうアイテムも使っていただくといいんじゃないかなと思います。こういう感じで手に巻いていただいて使います。押していただいてリストラップを使っていただくと、この手首のところがっちり固めて補助してくれるので、手首に違和感のある方はぜひ使ってみてください。今回はですね、ベンチプレスのやり方解説させていただきました。他にも何か聞きたいことがあればコメント欄にコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。